皆さん、こんにちは。今日は、青森県三沢市にある、青森県立三沢航空科学館に来ています。三沢市大空広場の一角にある、大空と飛翔をテーマにした航空と科学の博物館です。早速行ってみましょう。エントランスを進むと、ミスビートル号が見えてきます。ここ三沢から離陸して、太平洋無着陸横断に成功した飛行機だそうです。さらに進むと、吹き抜けの大きな展示室につながります。戦後初の国産輸送機、YS-11 です。中を見てみましょう。コックピットです。客室です。トイレです。世界初のエンジン付き飛行機、ライトフライヤー1号です。日本におけるヘリコプター運航の先駆けとなった東北電力の北上号です。貢献機です。周回航続距離の世界記録を樹立した飛行機です。ゼロ戦の特別展が行われています。ゼロ戦21型です。十和田湖から引き上げられた旧陸軍一式総発高等練習機です。2階に行ってみます。約700機の航空機模型が年代別に展示されています。展望デッキです。1階にはカフェもあります。大空広場の UT-3A です。アメリカ海軍第7艦隊の司令官が移動用に使用していたそうです。D-33 練習機です。D-3 練習機です。OH-6観測ヘリコプターです。LR-1 連絡偵察機です。F-4 ファントム2です。F-1支援戦闘機です。が使用していた機体です。D-2高等練習機です。F-104スターファイターです。最後は F-16ファイティングファルコンです。かっこいいですね。いかがでしたか？航空ファン必見の展示内容でしたね。ご案内は佐藤ささらでした。またね。